今シーズン悲願のワールドシリーズ制覇に向けて始動した大谷翔平選手とロサンゼルスエンゼルス。大谷選手は今オフでエンゼルスとの契約が満了する予定で、トラウト選手やエンゼルスの仲間たちとワールドシリーズ制覇の悲願を達成するチャンスは今年が最後かもしれません。そんな中、エンゼルスはブルワーズからトレードでハンター・レンフロー選手を獲得。2022年シーズンに長打で活躍を見せたパワーヒッターの加入で、エンゼルスファンはすでに彼の活躍に心躍らせています。そんなレンフロー選手ですが、日本国内では彼が丸々すぎてやばいと予想外の話題で取り上げられ、ネット上は大盛り上がり。また大谷選手を仲間として初めて間近で見たレンフロー選手は、大谷選手へ衝撃的な本音を吐露しました。エンゼルス期待の新戦力は何を語ったのでしょうか。それでは気になる中身に参りましょう。レンフロー選手の〇〇が日本で話題。レンフロー選手はメジャーリーグで通算157本塁打をマークする長距離砲で、2022年シーズンにはブルワーズで主にライトでスタメン出場。打率2割5分5厘、29本塁打、72打点という好成績を残しました。2010年にレッドソックスからドラフト指名を受けましたが、進学の道を選び、2013年にパドレスからドラフト1巡目指名され、プロ入りを果たしました。マイナーでの下積みを経て、2017年には26本塁打を放ち、1969年以来となるパドレスの新人シーズン本塁打記録を更新。2019年には33本塁打、2021年は31本塁打という好成績を安定して収め、そして2022年オフ、トレードでエンゼルスに加入することが決まりました。そんなレンフロー選手は、ある部分が取り上げられ、日米で話題になっています。その内容は、あれ、トラウトが2人いる、新加入レンフローの顔が売り2つ、というもの。MLB 公式は、エンゼルスに加入したレンフロー選手へのインタビューの中で、ジョークを交え次のように質問しました。目標は、マイク・トラウト、すなわち自分自身に勝つことですか？レンフロー選手は笑みを浮かべ、いいや、プレーすることだけだよ、それだけだと返答。また、トラウトのサインが欲しいとファンが歩み寄ってくることがあるのでは？という質問に対し、ないよ、まだないね、今はヒゲを生やしているが剃る予定だし、悪くないよね、と笑いながら話しました。記者は、双子のエンジェルがホームランを打ったみたいになるね、きっと楽しいよと語り、終始和やかな様子。そしてそのインタビューでは、大谷選手に対してもある思いを口にしました。大谷選手への並々ならぬ思い。レンフロー選手は、先ほど紹介したインタビュー、入団会見、キャンプなど、さまざまな場面で大谷選手への思いを口にしています。まずはインタビューの続きから。記者が、30代になったこれからどういうスタートを切りますか？という質問に対し、僕はフィールドで常に自分が一番最高の選手であるというマインドを持つことを大事にしてるんだ。でもこれからはフィールドには翔平がいるんだよね。この言葉に記者も言った本人も大笑い。それは大谷選手がフィールドにいるから自分が一番最高だと思うのは難しいという笑いでしょう。続けて、翔平がいてもその思考は持たなくてはいけないし、小さい頃から持ち続けてきたんだ。僕は彼の考えてることを毎日想像してる。それが僕の助けになるはずだ。でもまだあんまり会話できてなくて、彼の考えはよく分かっていないんだけどね、とリスペクト満点のコメントを残しました。またレンフロー選手は大谷選手について会見でもコメントを述べました。エンゼルスのスター選手である大谷やトラウトとチームメイトになることを非常にエキサイティングだと感じている。彼らと同じフィールドに立ち、日々のルーティンを学ぶことは特別な経験だ。チームのために戦い、彼らのプレッシャーを軽減できるよう助けることを目指している、とリスペクトを語り、新天地でのプレーについては求められたことを実行し、バントが求められたらバント、必要に応じて内野も守るとコメントしています。2023年のキャンプでは、大谷選手の打撃練習がレンフロー選手を驚かせるシーンがありました。その日、大谷翔平選手はフリー打撃で31スイング中15本のホームランを打ち、推定150メートルの場外弾を放ちます。この打球は駐車場に止まっていたトラックに直撃し、大谷選手の打撃練習を近くで観察していたレンフロー選手は、圧巻のバッティングにただただ驚愕するしかないと語りました。30本以上のホームランを何度も打ったメジャーリーガーであっても驚きを隠せない大谷選手の打撃センスはまさに別格です。エンゼルスはトラウト、大谷、レンドン、フィリップス、
アダムス、レンフローなどが中軸を争い、まさに強力打線となっています。レンフロー選手がキャリアハイの成績を残せば、エンゼルスがワールドシリーズに進出することも夢ではありません。レンフローはエンゼルスに何をもたらす？ファンの間で評価されるのは、レンフロー選手のリスペクト精神。大谷選手と共にプレーすることで、お互いに刺激し合い、チーム全体のレベルアップが期待されます。単なる競争ではなく、チーム全体が大谷選手やトラウト選手の技術とマインドを継承できれば、ワールドシリーズ制覇はかなり現実的なものとなります。レンフロー選手のように大谷選手を逐一観察し、考えを理解しようと努力する行動は、間違いなく他のライバル選手たちにも影響するでしょう。エンゼルスのミナシアン GM は、長年実績を持つ生産的な選手で、守備も優れ、攻守両面で質の高い選手であることから、チームにマッチすると獲得を決定した理由を明かしました。打順は5、6番が予想されており、トラウトや大谷、そしてレンドンを確実にホームに返すことが重要となります。2022年に29本塁打を放った長打力もさることながら、守備面では外野手としての強肩が大きな武器に。レンフロー選手は2019年と2021年に外野守備でリーグ1位を獲得する守備のスペシャリスト。強固な守備は大谷選手の投手としての成績にも影響してくるため、ファンとしてはファインプレーでの援護を期待したい部分でもあります。ただし弱点としては打率がそれほど高くないこと、三振が多く出塁率が低いことが挙げられ、トップバッターとしては考えにくいです。弱点もあるものの、 MLB で7年間結果を残してきた選手。ファンの間ではレンフロー選手加入によりチームが大きく飛躍することに期待が寄せられています。エンゼルスは2014年以降8年連続でプレーオフ進出を逃し続けているため、2023年は新戦力が大いに活躍し、状況を打破する必要があるのです。エンゼルスがメジャー制覇へ。2022年のエンゼルスは73勝89敗でプレーオフ進出を逃しましたが、大谷選手は規定打席と規定投球回数を達成し、MVP 級の活躍を見せました。また、マイク・トラウトはリーグ2位の40本塁打を記録。なぜプレーオフ進出を逃したのか、その要因としてピッチャーの層の薄さが指摘されています。そこでエンゼルスは、2022年にドジャースで15勝を挙げたアンダーソン投手を獲得。また2022年に63試合に登板し、防御率 1.95 をマークしたマット・ムーア投手と契約を結びました。エンゼルスのミナシアン GM は、ブルペンの改善が必要だとコメントし、ピッチャー獲得に資金を投じたのです。それでもアメリカのスポーツメディアはエンゼルスの評価を B クラスとしています。補強しても足りず、もう少し先発か中継ぎが欲しいという声が多く見られました。また、MLB 専門データサイトは、2023年のエンゼルスのプレーオフ進出確率を 39% と予測し、アメリカンリーグで8位という評価をしています。チームの投打がうまく機能し、大谷選手もキャリアハイを残せば、悲願のメジャー制覇も現実味を帯びてくるでしょう。今年のエンゼルスの戦いぶりは、日本だけでなく世界中のファンが注目する形となります。大谷選手がワールドシリーズ制覇を達成できるかどうか、これからの活躍に目が離せません。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは野球に関する様々な情報を皆様にお届けしていきます。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。